ものづくりのりり絆絆さあものづくりの絆日本の高度成長期発展を支えてきたものづくりその歴史をこの地元でデジタルの社会の今だからこそアナログなラジオでものづくりの絆お届けしたいと思ったことが最初でした。今年の4月から ものづくりの絆、えー、月に当初は2回そしてその後10月からは1回という形でねお届けしてきました。FM トスカのホームページから「あのコーナーをもう一度聞きたい」というアーカイブをねクリックしていただいてそしてそのものづくりの絆で今も 前の回第1回目から聞いていただきそして写真もともに楽しんでいただくことができるもののづくりの絆です今日は一年を振り返りながらそしてさらに旗織の音第、えー、あれは12回目になりますね京村月明さんの名を継いでいる本村恵子さんの「は織りの音」。 電話で先日長野県飯田市のその工房から音を拾わせていただきましたのでね今日はその音とともにお届けして今年の締めくくりとしたいと思っていますさあものづくりの絆最初は小型箱詰め器この音を皆さんに聞いていただきましたそれからカードのエンボス加工の音 今ね聞いていただいた面白そうと思ったらぜひアーカイブで確認してください木下げ技術の音それから研磨これは長い刃物を磨くその音も含めて研磨の音はいろいろなところで取らせていただきましたそれから防犯とレディレディーヌこの、えー、音トンネルキルトの音 陶磁器の窯トンネル切りとの音も拾いに行ってきました溶接の音、えー、そして、えー、注文住宅の現場での音さらにはグラビア輪転機の音そして共存月名の名を継いでいる本村さんのその時にはインタビューを鎌倉のね、えー、ところでの展示会の にお邪魔させていただいてね、インタビュー、たっぷりと紬の織りのことを、染めることを教えていただきましたが、その旗織りの音、今日はお届けしていきます。巻き割り、チェンソーの音も拾わせていただきました。えー、そして、えー、燻製機とシングルモルト、ハイボールの音が、今、先月ご出演いただいたキャンプスの根岸さん。 えー、そこで燻製機とそしてシングルモールとのハイボールの音を聴かせていただきこうやってつながりながら皆様の前の回のリクエストの曲をかけてという形でものづくりの絆4月からお届けしてきましたいかがだったでしょうかさあそして今日はですね「紬の旗折りの音」拾わせていただきました。 さすがにね、長野県までお邪魔させていただくことはまだ叶わなかったので、電話をつないでお届けしました。さあ今年の最後のものづくりの絆、全体を振り返りながら、そして旗を折ってく。人と人とつながり、絆を大切にするこのものづくりの絆、縦の人と横の糸が絡み合いながら、そのことも今日はお届けできるかなと思っています。 本村ですあ本村さん愛浦弥生です,、はい、ですどうもお世話になります,すこの後、えー、録音させていただきたいと思いますが、はい、よろしくお願いいたします、はい、<laughs> お金よく入るといいんですけどあそうですね、えー、あの本村さん今日は紬、えーえー、の、えー、織りはた織りどういうものを、えー、今織っている紬はどういうものでしょうか、あのー 色葉文字で染めた黒なんですけど、こ、はい、こに細い線を入れてほとんど無地なんですけど、はい、あのー、それを折ってます。なるほど。はい。えっ、ー、とえ染めたものはな何で染められたんでしょうか。あの、はい、色葉文字の葉文字。あ、色葉した葉っぱです、ま。紅葉した葉っぱで。<A> そうするとあ赤とか黄色。 赤です、ね、赤ですか、えー、じゃあ私が好きなあの時にあのー、名刺入れを買わせていただきましたあれは赤根でしたけどもあれは赤根です、はい、またちょっと違う赤なんでしょうか葉っぱは、うん、あのー、赤なんですけど染めた色は黒ですあ黒染めるんですそれで黒に染まるんです染め重ねて純黒まで染め重ねてなるほど、あのー、黒です そうなんですか。えー、途中にはやはりそのモミジの赤の色がこう出出な,ないんですか。えー、あ、<laughs> そうなんですね。えー、ということはモミジの赤の奥には実は黒があるってことなんでしょうかね。そう、鉄と結びつくとその黒が出るっていうことですか、ね。鉄と結びつくとモミジの赤と鉄が結びつくと黒が出る。えー、ああなるほど。そうですか。それではあの。 大和村さん、京、え、村、ー、月明さんと呼ばせていただきますけれどもね、えー、今のそうですね。あ、長野はどんな気候ですか。<あ>寒いですよね。今日割合高かっです。そうですか。強い,いお天気です。ああなるほど。はい、長野県飯田市山本に京村、えー、月明さんの、えー、その工房があるわけですけれども、雪はまだですか。 雪はまたですね、<あ>高だまあ、1500以上でこの間ちょっと降って、はいはい、そうですか、えー、立山ではもう雪が少し降って白く見えるんですね、えー、<あ>紅葉が1000メートルぐらいまで降りてきているああまあ、えー、じゃあその紅葉に囲まれながら、えー、今、もみじで染めた紬を 折っていらっしゃるんですねそうですそうですかこういう始まったところですねはい早いものそうなんですね<ー>それでは本<ー>村さん、えー、早速この電話機を旗折りの機のそばに持っていていただいて折っている音を拾わせていただきたいと思うんですが、はい、お願いいたしますはい、はい 元村さん、元村さんありがとうございます。元村さん、元村さん、元村さん。うんどうも、ありがとう。もう入ってます入ってます。ありがとうございます。素晴らしいです。も <laughs> しもかなり、途話すと、さんが戻るんです。はい。そして、足を踏みかえると、上下の糸が反対になるんですよね。はい。その間にあの。間にあ 糸をつけた火を通して、はい、それでまたこうこういうふうに打ち込むんですけど、<ー>足を踏み踏替えると同時に打ちんで、はいま、それでまた火を通して上、はい、あの糸反対になって、それで折り進んでいくんです。あ火というものなあの糸がついてるんです。はい、糸がついてこう。えー ええ、す滑らす感じなんですかね。というんですかはい心から苦しうちにまあそうなんですね、ええ、いかがだったでしょうか、えー、本村恵子さん長野県飯田市山本に工房を持ってらっしゃる本村さんと電話つないで秋のことでしたそして音を拾わせていただきました「は織りのと」皆様の耳にはどのように届いたでしょうか 元さんはじめ、ものづくりの絆に関わってくださいました皆様、本当にありがとうございました。また来年も、戸塚ハートフルキッチン、このものづくりの絆、皆様のものづくりを探しにね、あゆらお邪魔させていただいて、そしてこの音、皆様にお伝えしていこうと思っています。なくなるかもしれない音、それをぜひ、このラジオ、アナログのこの世界で撮っておきたいと。 思った次第です今日のものづくりの絆一年を振り返りそして長野県飯田市の手織りの「は織り」の音本村さんに聞かせていただきました。